マッカツ、マッカツ、マツ、カツ、マッカツ、ピンイン、MH は、中国の随唐時代に、中国東北部、沿海州に存在した、農耕魚老民族。南北朝時代における、木筆、モツ筆の表記が変化したものであり、縮身、ユーロの末裔である。16部あったが、後に、コークリー民と共に、牧海国を建国した南の属末部と、後に、 女神族となって金朝、成長を建国した北の国水部の二つが主要な部族であった。海王、581年から600年の初め、マッカツは隋に剣士を送って貢献した。陽代、在位、604年から618年の高栗遠征、612年、613年の折、巨卒の土地系は、その部を率いて隋に振った。 そのためミニコ六大部に配され、柳城に住まわせてもらう。土地慶系は中国の風俗を機に入り、艦隊することを交うた。陽大はこれを喜び、西危機を賜って土地慶系を包丁した。両党の役において、土地慶系はその武衆を率いて従軍し、先行があった。武徳、六百十八年から六百二十六年の初め、土地慶系は剣士を送って、 兆候をしたため、党はその部落をもって、演習を置き、土地系を総監とした。竜黒立の反乱において、土地系派処部を率いて、帝州に赴き、剣士を送って体操に猛出て、節度を受けることをい、先行をもって、目ド木国交に封ぜられた。また、その部落を、優秀の昌兵城に移す。公会堂が特決を招き寄せて、優秀に来行した、際。 トッジは兵を率いて迎撃し、これを大破した。上岸、627年から649年の、初め、トッジ系ハウエイ将軍に敗され、党の国政である李氏を賜った。トッジが死ぬと、この金魚が後を継いだ。林徳中、664年から665年、金域は、州衆徳となる。その部落は、数千人に上り、 財力もあったことから偉人たちにはばかられるようになる。後に、金魚は、右両軍隊将軍を拝命、赤赤道計略大使となる。トゥンの論金領らが十万を率いて校中に入港してきたとき、金きの兵士は、準備をしていなかったが、都番軍が来るのを聞くと、旗を立てて、鼓を打ち鳴らし、開門して、これを待った。すると、トゥ軍は、 副兵があると思ってそれ以上進めなかった。上元三年、676年、金域は、都番軍数万を青海で破ったため、鎮軍大将軍、行右、英大将軍を拝命し、燕国交に封ぜられる。英八師元年、682年、金域が死ぬと、党は彼に優秀と得を送り、官僚に売増してやった。 その後もマッカツは剣士を送って調考し続けた。一方、白山部はもともと、高栗についていたが、唐が高栗を滅ぼすと、668年、唐に降った。また、白花支部、暗社骨部、合室部などは高栗が滅亡すると、微弱となって分散し、牧海国に流れた。ただ国水部は合場であり、16部に分かれていた。武徳五年。 六百二十二年、巨長の赤太郎が唐に来庁。大操の上岸二年、六百二十八年に新婦したため、唐はその地をもって演習とした。高栗討伐戦、唐の高栗出兵ではその北部で背き、高栗と連合した。高栗の高衛心らは州を率いて、安市城を助け、末活は常に前線で戦った。唐軍は安城を破り、 公衛心を捉え、末活の兵三千余りを収めてことごとくこれを生き埋めにした。改元十年、七百二十二年、国水末活州長の芸俗理慶が党に来庁、元宗は彼を没理収支士に廃した。改元十三年、七百二十五年、安藤友の節康氏が国水末活内に国水軍を置くことを請願したため、党はその最大部落をもって、 国水府都市、その資料を都くとし、諸部の志士はこれに霊属した。また党は長子を置いてその部落を官僚をさせた。改元十六年、七百二十八年、党は国水都くに党の国政である利子を賜い、なお、県誠とさせ、雲木将軍県国水計略市を授け、優秀都くをもってそのお志士とした。後に、海国が強になると、 国水末活はこれに約束したが、党に対しても、たびたび死者を送って、調降をした。五代十国時代、渤海国が、吉丹によって滅ぼされると、九百二十六年、国水末活は吉丹に付属した。やがて、国水末活の中でも南にあって吉丹に属した者たちは、熟女自家と合し、北にあって吉丹に属さなかった者たちは、生女直と合すようになる。 夫人は、布製の服をまとい、男子は、イノシシや犬の皮を衣とする。また、髪型は皆髪を編んでいる、弁髪。牛と羊がいないが、イノ、豚を多く飼っており、食物は主にそのイノシシを食す。また、米を噛んで製造する酒、いわゆる、口噛み酒を作って飲む。住居は、塚状の結居式で、塚の上部に入り口があって、 そこからはしごを使って下へ降りる。有老人と同様、最大の特徴である、人尿で手や顔を洗う、という風習も受け継いでおり、中国の司書では、書理で最も不潔と評される。彼らの使用する毒矢は、殺傷能力に優れており、命中すれば、必ず死に至り、毒薬の製造過程で発生する湯気でも死に至るという。その毒薬の製造は、 毎年の7月8月に行われる。弓の長さは3尺、矢の長さは尺2寸、石、フリント室を使って矢尻とした。石の矢尻を使うのは、ひつく土部より、伊藤の者たちであり、彼らは、古の祝心師の光栄とされる。地面に穴を掘って、死者を埋めるが、棺はない。生前乗っていた馬を殺して、かば前に備える。 特に統一的な君主はおらず、各部族ごとに宗長がおり、その宗長、巨卒を大爆ドルマントツといった。マッカツが女神の別名であることから、言語は女神語と同じくツングース語の南方グループに属す。比較言語学的研究によれば、縮神系の語彙はツングース系言語の語彙に近いとされてきた。また発掘調査による出土品から、 末活時代の日用品や居住形態、食生活などが文字記録の残っている、女信時代へと連続していることが確認されている。他にはコシベリア、コアジア系説があり、その独特の言語、修族からマッカツ等の縮信系の言語は、ツングース系ではなく、ニブフ、ギリアークなどのコシベリア系ではないかとした説。 過去に、白子ゴルフや三上次男などが提唱していた。文字はなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。